応。カムイ伝のね、白戸三平さんの早とちりについて説明したでしょ。花巻藩って言ってたから、東北地方の話でしょうし、明らかに動物のね、の描写とか見たら東北やんね。山とかもね。で、山とかっても、山とかちゃうね。紛らわしいな。で、結局、ヤマトって猿のことやねんけどね。で、ただヤマト民族は、大陸から来た猿やねん。言わせてもらえば。ね。で、それを防ぐためにね、猿防ぐの結構大変でね、根血もされてしまうしね、うちらね。で、ヤマト民族たちの、ユダヤ人たちの搾取のスタイル見たら、明らかに地球の人間じゃないってわかるでしょ、ヤマト民族たちは。地球の人間ちゃうからあんなに搾取できんの、うちらのことも地球のことも彼らはね。うちらもそれに巻き込まれた人がエルメスでもね、多いけどね。でもどっかでじくじく苦しんでるでしょ。ヤマトユダヤに担がれてしまったとかね。ヤマトユダヤのやり方に合わせてひどいことを地球にしちゃったってうちらの人が苦しむわけ。ロックフェラーでもね。で、その引用されてた部分で熊本の話が出てた。ね、それは牛や馬、牛馬を提出できないというか育てられないものは祭祀をも湿地に入れてでも育てようって。実はその祭祀を預かってたのは熊本の細川公園。エタヒンやあるいは先住民系の人たちの子孫が絶えないように守っとってのよって。で、牛や馬を現金化させとって。なんで先住民だけそんなに可愛がるっていう土地でもない。先住民だらけやから、熊本なんてね。ただ、大和民族も九州だけに要素が侵入してきてる。複雑な立場。ね。その、細川っていうのはその、大和系の足利じゃないね。細川藩は。ね。要するに四国短大じゃないね。応仁の乱の元凶じゃないね。応仁の乱で日本をめちゃくちゃにした足利細川。はもうお家断絶してん、あの時。で、その細川っていう官吏やったから、四国短大だけじゃなくて。ね、だから官吏職を引き続き、冷泉家がやっとったわけ。細川藤高じゃ冷泉家や。嶋佐君は細川藤高の娘。冷泉家を探してるでしょ。冷泉家は藤原鞄やけど、藤原総本家って言われるけど、実は宇治はお辻やで。よし、みたいな女性やったん、嶋佐君ってな。それにね、その子孫が、寺尾関なり、藤尾のおばちゃんやったりするわけ。ジェリー藤尾もそうだし、実は若林剛さんも実は、嶋佐子の子孫、嶋佐子の役演者だったけどな。さてさて、ジェリー藤尾の周辺の人よね、若林剛さんも。それにね、結局その、先住民系の大名の、いくら冷泉言うてもね、また、親戚のおる薩摩の隣、熊本藩な、肥後な、いろいろできたわけ。でしょ？島津は大和やけどな。さあ、難しい立場やな、それ結構な。ほんで、幕府からも質問に来る。なんでそんなに馬育ててんねん。馬？これ牛馬って書いてますけど、だから馬もやる。こういった時、牛馬ってその言いますやんか、中国の文献でもそうでしたよ。そうなの。牛馬と言いながら牛ですが、ね、馬なんか育ててませんが、でもそういう時、中国のね、立派な文献、牛馬って書きますでしょって。もうそうやの。馬なんか育ててまへんがな、カッコつけて牛馬って書きますけど、その前、改めときます。改めとき。牛育てとんのか。ええ話や、立派なことや。な？しゃあね、こんな事情まで白戸先生わかるわけないわ。